はい、今回ですね、レジェンドですね。でもこのカード初じゃないよね。トッティの白ですね。まあでもトッティが白になるぐらいからね、WCCF がついたらイブラの白とかもあったと思うんですよね。それこそクリスティアーノ・ロナウドの白とか、クリスティアーノ・ロナウド白ないか、メッシの白もないか。ねえ、フランチェスコ・トッティ、まあね、なんかでもあれね、この前ダゾーンか、だいぶ前に中田英寿となんか対談してたよね、中身のね話を。なんかもうサッカーしたくないみたいな感じで、じゃあもう 見とけよみたいな感じで。ワールドカップ今でもなく優勝してますからね。でもキャップ数としては58キャップ。そうやね。若くして引退したからね、代表は怪我で。そうね。で、ローマの役職戻りたいんだけど戻れないみたいなさ。お所属はローマ一筋やからね。浮気一切してないからね。まさにワンマンクラブやね。これはさすがにやっぱかっこいいよな。まさにワンマンクラブ。英雄だよね。かっこいいよ。はい。まあそんな感じでね、なんかトッティの、まあでもトッティっつったらあれかな、インスタでたまに見るなんかなんだっけ、あのゲーム、壁にポンポンポン、壁に当てるんじゃないわ、なんかテニスの、テニスみたいな、パデルって言うんだっけ、っ正式に分からんけど、なんかあれ流行ってんのかね、海外の人意外とあれしてるよね。あれ押してるインスタがやたら上がってるよな。でまあ有名だけども息子は多分ラツヤーレなの確かそうやね。で、なんかこの前出たのは、まあ息子を言うてそんなね、才能あるかどうか知らんけど、一応プロになろうとしてんのかな？セリエ D かな？なんか、所属してて、所属チームがなんか、破産になったって、だから移籍せなあかんみたいな感じで。息子は多分才能ないと思うんやけどね。まあ大体奥さん見たらわかるやん。奥さんすごいスラッとしてモデル系やろ。いや、そっからアスリート生まれてこへんやろ、さすがに。お母さんの血引くからね、さすがに。さすがにちょっと厳しいでしょ。な、もう一人の次男かな？それがまあサッカーやってるかどうか知らんけど、それがどうなるかやな。あれでも、長女もいんのかな？わからへん。まあ誰か、すごいやつ出てくるかもしれんけどね。